エンジェル投資家またはエンジェルは創業間もない企業に大し資金を供給する富裕な個人のことである。投資の見返りとして株式や転換謝罪を受け取ることが一般的である。エンジェル同士でグループを形成し情報の共有や共同出資を行う動きも見られる。エンジェルという用語は英国で演劇事業に 資金供給する富裕な個人を表現した言葉に由来する。1978年、ニューハンプシャー大学の教授で、同大学ベンチャーリーサーチセンター創設者のウィリアム・ウェッテルが創業間もない企業に投資する個人を表現する言葉としてエンジェルを使用し始めた。自らが所有する資金を投資するという点で、他社が出資した資金を投資するベンチャーギャピタルとは異なる。 投資判断は、個々人の判断に期するが、実際に投資対象となっているのは、信託や有限責任会社、投資ファンドなどである。エンジェル投資家は、家族、親類、友人とベンチャーキャピタルの間に存在する、資金供給の隙間を埋める役割を果たしている。友人や家族から1000万円以上の資金を調達することは、一般的には難しい。その一方で、 伝統的なベンチャーキャピタルは1から2億円以下の投資を検討することはない。そのため、エンジェル投資家は急成長するスタートアップ企業に対する第二段階の資金、供給者となり得る。2006年の米国の統計によると、投資総額ではエンジェル投資家が256億米ドルに対して、ベンチャーキャピタルが261億米ドルと、ほぼ同額だったが、投資企業数では、 エンジェル投資家が5万1000社に対して、ベンチャーキャピタルが3522社と10倍以上の差が見られる。エンジェル投資家の投資に占める割合が多いセクターは、ヘルスケアと医療機器が21%、続いてソフトウェアとバイオテクノロジーが18%となっている。エンジェル投資家は極めて高いリスクを引き受けるため、それに見合うだけの高い投資収益を求める。 投資の大部分は若い企業の倒産により完全に失われてしまうため、初期投資の10倍以上の収益が5年以内に得られる投資案件を探す傾向がある。収益確定のための方法としては、株式公開や他社からの企業買収が挙げられる。エンジェル投資家の多くは引退した企業家や経営者であり、純粋な経済的追求を超えた理由で投資を始めることが多い。 その理由としては、特定のビジネス領域における発展に乗り遅れないようにする、新しい世代の企業家群に対するメンタリング願望を、自らの経験や人的ネットワークを有効活用したい、などが挙げられる。したがって、純粋な資金供給にとどまらず、経営面での貴重な助言や有力者の紹介などで、企業を助けることもある。ベンチャーリサーチセンターによると、 2006年現在、米国には23万4000人のエンジェル投資家が存在する。ありがとうございます。